はい、皆さん、ワッツアッパ翔太でございます。現在はですね、タイのチャーン島という島にいるんですけど、まあ、チャーン島はバンコクから約300キロ離れたところで、どちらかというとカンボジアの近く、カンボジアとタイの国境の近くにある島なんですけど、まあ、今回はですね、面白い話を聞きまして、なんとここチャーン島には総額100億円で作られたクルーズ船が森ジャングルの中に廃墟化されて捨てられているっていうね、話を聞きまして、これは面白そうですよということで、はるばるバンコクからチャーン島の方までやってまいりました。現在はですね、このチャーン島にあるバックパッカーに滞在してるんですけど、まあ今日はですね、このチャーン島の、このクルーズ船をですね、探しに行きたいなと思ってるんですけど、情報がですね、あんまりないんですよね。インターネットで調べてもあんまりなく、まあ今回は現地の人に、聞きながら、まあ、どこにクルーズ船があるかわからないし、探していきたいなと思います。はい、ということで今からなんですけど、この相棒ちゃんと共に行きたいなと思うんですけど、早速ホステルの人、受付の人に、幽霊船、ゴースト船のことについて聞いてみたら、全く知らないということで、まあ、地元の人も多分知らない人が多分多い感じだと思います。で、ここを今回、クルーズ船を目的にチャーン島にやってきたんですけど、このチャーン島のことについて調べてたら、このチャーンとはなんかタイ語でゾウっていう意味らしくて、島の上からこのチャーン島を見た時にゾウの形に似てるからチャーン島って言われたらしいです。で、このチャーン島は何が有名かというと、手つかずの自然が残ってるということで、ここ10年かなり人気のスポットになってきてるみたいなんですけど、タイ最後の秘境って言われてるらしいです。最後の秘境みんな好きやな。ちょっとここのですね、店に聞いてみたいなと思います。今ですね、ちょっと聞いてみたところ、どうやらですね、クルーズ船あんまりみんな知らないようなんですけど、まあさっき話をしたによると、まあ、島の南の方にあるっていうことを聞いたことがあるみたいな感じなんで、とりあえず島の南の方行ってみたいなと思います。で、まあちょっと市街地抜けるとこんな感じでジャングルっぽい山道、山というより何ですか、ジャングル道、これやばいやろこの電線垂れてもどうやん、なんですけど、まあ市街地もなんか他の離島に比べてそこまで栄えてないな、なんかいいぐらいの栄え方、なんか他の島とかやったら栄えすぎてあまりにもリゾート感丸出しみたいな感じのとこ、島も結構あったんですけど、このチャーン島はなんかあんまり人の手がまだタッチ、されてないなって感じの、島の何ですか、ビューですね。 ここなんかすごい大きい木とかもあるし、あー、やっぱり手つけられてないや、最後の秘境やと思います。なんと道中に面白そうな店を見つけたんで、ここでちょっと聞き込みしてみたいなと思います。中めちゃめちゃ良さそうっすよ。ナスタビューっていう場所なんですけど、うわーすごいな。そう、皆さんこのビュー見てください。わ、このラスタビューめっちゃええな。カフェ最高じゃないですか。で、2階もあって、オーナーは日本語話します。はい、皆さんいろんなところでね、ちょっと聞き回ってきたんですけど、面白い情報が見つかりました。なんとその船の名前まで分かりました。船はギャラクシー号っていうらしくて、まあいろんな人に聞いてみて、知らん人も結構多かったんですけど、まあちゃんとした、場所、ロケーションも教えてもらったんで、今からこのバイクで行きたいなと思います。どうやら島のもう最後の最後の南の最後の果てにあるみたいです。右曲がった。うわ、道悪い、道悪い、うわ、皆さん、残念なお知らせです。今ちょうどクルーズ船探してて、で歩いてるローカルの人にクルーズ船この先あるよねっていう話したら、今アクセスできないみたいです。なんかどうも道が封鎖されてて、そこから先は行けないということで、何が原因なのかわからないんですけど、アクセス不可って言われて、今絶望の中にいます。バンコクからクルーズ船求めて、来たんですけど、まさか来れないとは、見れないとは。やっと
ヤッホー、大丈夫ですか皆さん、ヤッホー皆さん、今なんですけど急遽ちょっと動画回し始めたんですけど、なんと諦めかけたクルーズ船後期がやってまいりました。後期ですよ、話してたらですね、まあ、今陸からは到着することできないみたいなんですけど、海からやったら到達できるということで、で、まあ、聞いた話によるとカヤックで、まあ、結構泳がないといけないらしいんですけど、カヤックでやったらそのクルーズ船まで到達できるということで、カヤックってその手があったか、カヤックで行っちゃうよ、それ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 わっしょい、戦モード継続。はい、皆さん今上陸したんですけど、ここ見てください、すごいぞ、ものすごい廃墟化した建物がめちゃくちゃいっぱいあるって感じです。何年前からここ人来てないんやっていうぐらい、もう人の影も見当たらず、すごいぞ。もうこれ一体何なんやろ、覗いてみるか。え、うわ、あ、ここにもあれがあるわ、カヤック。これがっつり廃墟やな、多分この辺り、多分レストランやったんかな。グランドラグーンなミュージックって書いてあるから、これどっかのホテルかなんかやったんかな。なんか飲みさしのウイスキー、これ何これ、なんかようわからん飲み物とかもあったりで、こっち見てください、見えます、あれもがっつり廃墟化してる、誰も住んでなくて、なんか窓とかも開けっぱなしで、こっちも、はい、皆さん超ね、ここクリッピーな感じ、こんな感じで象の銅像があって、でその草まみれでかなりなんか気味の悪い、皆さん見てください、これなんかすごいぞ、何年前、これ何やったんやろ、もうボロボロやん、昔宿やったんかな。こっちにも目があります、すごい中見えます、皆さんこっからちょっとアクセスは無理やけど、な感じで絵があったり、ここ何年前かまで住んでたぞ人、何年前、でも結構ボロついてるから、いやなんか気味悪いな。うわ、あそこにベッドとかもあるわ、で皆さん寝る、2階建てやし、しかも何やこれ、201ってあそこに書いてあるんで、多分なんかのホテルの部屋やったんやな、ここで、こっちは101って書いてあるんで、いやいやいや、絶対宿やったんや。こんなジャングルというか秘境の、島の反対側にこんな廃墟化した建物がいっぱい残ってるなんて想像にもしてませんでした、あの街中おるとき。うわー、これなんで、まあホテルやったと思うんですけど、なんでこんな状態になったのかっていうのもすごい気になりますよね。はい、ここにはですね、またスイミングプール付きの家がね、これ絶対リゾート系やったんやろ、ここで多分スイミングプールで遊びながら、多分ここにみんな宿って滞在してたんかね。いやもう今はこんな感じでもう錆びてて、向こうにアクセスすることは不可能なんですけど、すっごい、何これ、そう、皆さん着きました、ここです、ここが噂の100億円で、総額100億円で作られたクルーズ船です。バリでかいぞこれ、うわー、すごいな、バリでかいわ。で見た感じ1,2,3,4,5 で向こうにもあるんで6階建てのクルーズですかね。でまあどうやって、このあそこが海なんですけど、海からこの陸まで上がってきたのか、それもかなり謎です。で今なんですけど、なんかローカルの人と出会って、ほんまは入ってあかんねんけど、お金払ったら特別に入らせてくれるということで、見て皆さん
このデカさやばない、これ画面に収まらんぞ、デカすぎて。さすが俺の運、めっちゃええぞ。さあ早速入ってみたいなと思います。これすごいぞ。ハロー。うわー、 OK。 これ足場もかなりやばいぞ。くわ、いやいや、ビッグヤッファーや。すごい。で、皆さん足場かなり悪いんですけど、ここがですね、多分船の先端だと思います。こんな感じで、ここで多分なんですか、鎖チェーンとかでやってたんかね。で、1階はここ入れない感じになって、もう塞がれてる感じですかね。うわ、真っ暗やな、超怖い。こんだけ皆さん年月が経てば錆びていくもんなんですよ。あ、いつ、あ、can I see? Wow, holy shit! Oh, what is this one? I know. Yeah, yeah, door. Oh. What is this? It's a Buddhist. The Buddha, no?うわ、OK。 クルーズシップ。え、はい、わ、リトルミートリトルミート、OK。 エレベーターもついてるわ。エレベーターの No walking、No walking、OK。 うわ、階段とかもある。わ、見て、上にも行ける感じで、クルーズ、ここから外からも外の景色、そんな感じで見える感じです。すげえでか、マジジャングルの中にポツンとあるクルーズ船です。わ、こっちにもエスカレーターがある、エレベーターが。 Can I go inside? Yeah, yeah, yeah。 これは冒険心くすぐられるぞ。うわ、めっちゃ暗い。うわ、足がめっちゃ悪いぞ。足場バレてる。うわ、いい。Can I see? この部屋見て。こんな感じでベッドがひっくり返ってて、ここ一つの部屋やったんや。うわ。で、ここにトイレもある。トイレもあるんやけど。暗っ。これめっちゃ気味悪いな。で、これ301とか303、部屋がめっちゃある感じです。船やったんやぜ。いや、怖っ。305入ってみるか。うーわー、これ今どないなっとん。ちょっと、バスの中はちょっと見えないんですけど、ここもベッドか。エアコンも結構フルスタイルのエアコンやな。テレビとかもかなりアナログです、こんな感じで。いや、すげえ。うわー、あそこの上はもう潰れかけてます。皆さん見えます？すごいな、このクルーズ船。これ気悪いな。いつ底抜けてもおかしくないような、足場です。足場もかなり怖い。うわ、あ、これ地下もあるんや。地下も行ける感じです。まあ、とりあえず一回行ってみるか。ここなんかスタッフオンリーって感じなんやけど。うわ、ゴミかこれ。うわ、何、すげえ、こう、お化け出てきそうやな。ゴミがかなり散らかってます。で、うわ、古い電話とかあったり。いや、いい、バリ怖いやん。あのおっちゃんがたまたまおったから、そんなに怖くなく安心できるけど、一人やったらめっちゃ怖いぞ、これ。何あれ、あれ人形の頭、すごか。で、天井も、もう、剥がれてます。何でぶら下がってたり。うわ、
まマジでこれは幽霊船やな。同じような感じの部屋が何個も何個もあるって感じで、ちょっと2階も行ってみたいね。これまためっちゃ怖い階段やな。これ螺旋階段なんですけど、これ階段落ちんやろか。階段落ちてくれんなよ。で、ここが2階やわ。2階です。うわ怖っ。あ、2階、うわもう扉見てください。倒されてます。バーンと蹴り抜かれたみたいな。水もまだ溜まってますよ、トイレ。だからこれ水も使えてたんだ。クルーズやか使えるわね。で、皆さん、ここ、このギャラクシー号はそもそも15年前、海で航海してたらしいんですけど、タイのね、ここ15年前に、このビーチに放り投げられて、でから、5つ星のリゾート地としてホテルとして運営されてたみたいなんですけど、まあ今廃墟化してるって感じらしいです。ここはスタッフオンリーって書いてあるけど、ポットとかいろんなものが置き去りにされてるって感じやな。ここなんやろ。スタッフオンリー、えげつな。皆さん見て、スタッフルームやば。どんだけスリッパあるねんぐらい。スリッパもいっぱいあるし。で、うわ、ここが多分スタッフのオフィスやったんや。いやここに鍵かけるところがあったり、こんな感じで。で、ここにいっぱい書類が置き去りにされてるって感じです。すごいぞ。で、このボードに何書いてあるん、まあ、タイ語やから全然わからへんけど、タイ語で書かれてるわ。懐中電灯とかもあるけど、これつきますよ。で、映画とかもある。DVD だったり。すごい。使えんな。2010年やから12年前や。12年前までは、多分ここで、運営してたんや。で、ここの部屋なんですけど、部屋だいたい70部屋ぐらいあるらしくて、で、当時2010年、2011年代は1泊、700バーツで泊まれてた、ホテルらしいです。5つ星で700バーツっていうのはちょっとなんか曖昧っていうか、なんか嘘っぽい感じなんですけど、ほんまに5つ星やったかどうかも不明なんですけど、そういった感じらしいです。まあ、ここは食堂みたいな感じだったかな。結構いっぱいグラスとか、他お皿とかある感じですね。ここで全部クルーズの、あの店員の食事とか提供してた。そりゃそうやね、クルーズやから、食事とかも全部この船の中でしてたよね。 What's there? Food! Place to eat! なるほど、そこで食べるんや。うわ、ここや。ここが食堂ですわ、皆さん。ここでみんな飯食ってたんや。うわ、これ何人食べれるんやろ。結構でかいな。100人はいけるかな。 Here used to be dancing like this. Here like this. Like this. Hello everyone. みたいな。Welcome to the cruise ships. Have a nice dinner like this. Or like dance like this. Yeah. この上にもまだいけるみたいなんで。うわ、しばらく。まだ上上がれるというね、皆さん。うわ、ここがあれやな。やっぱりエンジンとか、この、なんていうんですか、クルーズのエンジンになるものか。エンジン、何回のエンジンわからないですけど。屋上に行ってる、もしかして。うわ、あそこの船もさっき見たんやけど、上から見たらめっちゃボートっぽい形してる。で、ここが屋上です。ついに屋上までやってまいりました。こんな感じです、屋上で。この屋上から景色がですね、もう360度見渡せるって感じです。
さかこんなジャングルの中にクルーズ船があるとは。うわ、でかっ。ここもなんかステージやったんかな。ここでなんか、ショーしたりしてたんかもしれないです。なんかここだけ上に浮き上がってるんで。ダンサースタッフ、あ、皆さんこの屋上では、ショーがされてたみたいです。バーや、ここがバーがあって、でこっち側でみんな飲んで屋上から景色見てみたいな感じだったらしいです。あれカレンダー見たら2010年だったんで、もう12年、もうちょい経ってるかもしれないです。うわ、バーもすごい状況やなこれ。うわ、ビア、What's the kind of beer they have? レオ、うわ、レオも残ってます。うわ、中も見てください、かなり廃墟化してます。キッチン、あ、ここはキッチンやったね。あ、見てください、これがエスカレーターみたいな感じになってて、ここに食べ物入れてこの下もに下ろすって感じかな。このキッチンで、おっちゃんいわく、うわ、おっちゃんバリバリ用や、いや、でや、いける、そのとこそんな上、よいしょよいしょよいしょ、いつ、OK、いや、まだ上にもあったんや、まだ上にもあったな。エンジン、エンジン、うわぁ、これがエンジンやったんや、屋上の屋上、ここが一番トップか、うわ、高っ、バリ高い、おっちゃんバリラインになっとうけど、いい、This is the top? うわ、ここがエンジンや、怖いぞ。もうここめっちゃ錆びてるけど、うわ、これは高っ、20メーターぐらいあるんちゃうか、これバリ高い、こわ、こんな下錆びとうからいつ落ちてもおかしくないぞこれ。で、さっきおっちゃんに聞いたんですけど、一番初めに来たいっぱいなんか廃墟みたいな船みたいなあったじゃないですか、あれらはもともとリゾート地やったらしくて、ここ一帯めちゃめちゃでかいスペースです。これがリゾート地やったらしくて、で、まあ原因はみんなわからないらしいんですけど、2つの理由がなんか推測されてるみたいです。で、1つなんでここ廃墟化になったかというと、オーナー、このリゾートを経営しているオーナーのお金がなくなって、もう経営、マネージできないっていうことで、廃墟化になったっていうのが一つの説と、もう一つは、観光客のロシア人の観光客がなんとここに滞在してて、この頂上から飛び降りて自殺したみたいな、死んだみたいな、それは自殺か誰かに殺されたのかちょっと不明なんですけど、まあなんせロシア人の観光客がこの頂上から、落ちて死んで、そっから幽霊船と言われるようになって、まあその後廃墟化したっていう説、この2つの説があるみたいです。まあ、どっちが正しいのかっていうのは、みんなわからないし、闇の中にあるんですけど、真相は。7階建てのクルーズ船ですよ。しかも総額100億円でかかるらしいです。これ作るのに100億円もかかるって感じなんですけど、どれぐらい の相場なのか、クルーズ船わからないんですけど。はい、ということで、今回はですね、タイのチャーン島、ギャラクシー号からの、取材でございました。まあ今回たまたまラッキーで、なんかほんまはこのグランドラグーンリゾートっていうらしいんですけど、ここのプロパティ、敷地内に勝手に入ることはできないみたいですんで、入ったとしたらなんかサインで1万バーツ罰金みたいな、サインとかも貼ってあったんで、たまたま今回特別におっちゃんと知り合えたんで入れたって感じです。まあおっちゃんにはちょっとお金チップあげたんですけど、まあタイってそんな感じですよね。ちょっとチップあげると何でもできちゃうっていうね、そんな感じなんですけど、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。もしええなと思ったら、皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。次は違う地で会いましょう。
アディオスギャラクシー号、アディオスギャラクシー号。ナイス、ナイスアドベンチャーでした。